いらっしゃいませ。ミッションの受付はこちらになります。お、初めてのお客様ですね。失礼しました。初めてのお客様ということで簡単になりますが、 GB4 のミッションについてご説明させていただきますね。 GB4 では何をするにもまずはミッションに出撃するところから始まります。ミッションに出撃すれば敵機を倒してパーツを手に入れたり、ビルダーズランクを上げることができて、プレイヤーのやれることが増えていくんです。とりあえずの説明はこれで終了になります。不明な点がありましたらオンラインマニュアルも参照してみてください。もしかして君初めての人？いきなり話しかけてごめんな。なんかキョロキョロしてたから初めてなんかなと思って。やっぱりそうやんな。僕はタオ、ご覧の通りの SD ガンダム使いや。こう見えても GB4 は結構プレイしてるんやで。君はっていうんか、よろしくな。ほんでよかったら一緒にミッションせえへん？初めてのプレイなら僕がいろいろアドバイスできると思うで。な、そうしよう。うん、よっしゃ決まりや。じゃあ早速行こうか。初めてやったらまずはチュートリアルミッションからプレイすることになるんや。心配せんでもええで。簡単な内容やから誰でもクリアできるし。ほならよろしく頼むで。さあミッションスタートやで。まずはガイド通りに操作していこうか。わからんことがあったら何でも聞いてや。
よっしゃ、ナイスプレーやったで。君、初めてにしてはセンスあるな。これでチュートリアルは終了やね。次はいよいよ本格的なバトルミッションやね。あと、その前にマイルームでガンプラのカスタマイズをやろうか。ほなら、一旦ロビーに戻るで。お疲れさん。チュートリアルとはいえ、ええ動きやったな。君センスあるで。ほなら、次はカスタマイズやね。ミッションで手に入れたパーツやアイテムを使って、マイルームで自分のガンプラを自由にカスタマイズすることができるんや。マイルームに入ったら、説明用のダイアログが出るから、それに習って操作したら迷うことはあらへんで。じゃあ、早速カスタマイズしようか。自分のガンプラ、かっこよくしたってや。お、パーツが変わってるね。ええやん、ええやん。 GB4 はこんな感じでミッションをプレイしてパーツを集めて自分のガンプラをカスタマイズして強化して、ほんで強くなったガンプラでまたミッションをプレイしてパーツ集めてって感じでプレイしていくんよ。ミッションには種類があって、いろんなルールで遊べるクエストやネットワーク上のライバルと戦うバウンティーハンターとかもあるんやで。あとは期間限定で配信されるイベントってのもあるから、いろんな楽しみ方ができると思うで。ミッションをプレイしたら別の種類のミッションが解放されたりもするし、いろいろ試してみるのがええね。あ、ごめん、一気に喋りすぎたかな。まあそんな感じで GB4 を進めていったらええと思うよ。ああ、そうそう、君まだ始めたばっかりやからロビーのこともわからへんよね。GB4 のロビーはプレイに必要な受付の他にもニュースやランキングを伝えるモニターがあったり、買い物ができるショップがあったり、いろんな施設があるから見て回るとええで。もちろんたくさんのプレイヤーもいるから話をして情報を得たりすることもできるし。ざっと説明させてもらったけど、どうかな、楽しめそう？よかった。ほんなら次は本格的なミッションに出撃してみようか。そうやな、慣れるためにも君がリーダーをやってみようか。この場は一旦解散するけど、後であそこのミッション受付に行ってストーリーミッションを受注してみて。じゃ、また後で。ミッションカウンターです。はーい、GB4 ニュースの時間ですよ。本日の話題、行こうか。
やってくれるやん。次行こうか。次行こうか。パーフェクトグレードはずるいで。
なんでやねん。ニュータイプなんとちゃう？みんな見てる？ GB4 のアイドル